難しい。せっかくに何コントやったんだから。いらっしゃい。30年間も大変だよこれ。一人でたんたら。ジョブレスをこんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのリコメンドで、日本のお笑い動画でドリフターズのベテラン夫婦離婚の危機を見ていきたいと思います。キューバイさん、他にリコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。お金の番組やらに読むコンプライキューブサージュポンソマチェットもちろん、夫婦喧嘩、これまた日常よく見かける戦いの一つと言えるでしょう。はい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 、さあさあさあ、行くよ。さあこっちだ、入りたまえ。はい、さあ奥さんもどうぞ座って、うん、はい、私は入れません。難しい、さあ、しかし、あれどうしたんだ、二人とも決勝会でよ、うん、何があったんだよ。僕らはもうダメです。ダメ？私もこの人の顔見るのも嫌なんです。だったら見んだよ。見てませんよ。おかめ、ちょっと待ちなさいよ、あんた。そのなんだよ、あたさんに実家に何コントやったんだからに、ね、どうだよ。え、末永くこの二人仲良くやってほしいんだよな。そうですよ。聞いてくださいよ、うん、この人浮気したんです。浮気だな。それがどうしたんだい。悪いところ。浮気さすのはお前が悪いからなんだよ。ちょっと待ちなさい。何言ってんだい。二人ともちょっとやめなさいよ。あの浮気さんに男のね、浮気なんてのはね、いいんじゃないかよ。あ、男の解消だよ。そうですよ。誰でも若い時1代2代あるもんなんだから。え、私だってね、あんたね、若い頃にイガリア君がね、もう何万万倍浮気したよ、俺だって。ちょっとやめた。それは初耳だわ。ちゃんと私のことごまかしてたの。そうじゃねえよ、それまで結果してちょっと、私知らなかった。ちょっといらっしゃい。マジだったらいいわ。ちょっと、私の前で喧嘩したってしょうがねえだろ、バカ野郎。ちょっと来てちょうだ。ちょっと話しちょうだい。いらっしゃい。なんだよね、その二人ともだな、そのなんていうのかな、その何もこだわっても人間辛抱だよ。私だってね、うん、浮気の一度や二度なら我慢します、うん、でもこの人ったら残業残業って毎晩麻雀屋さんに入りに立ってるんですよ。毎晩ってのは言い過ぎだろう。毎晩じゃありませんか。何言ってんだよ。あの浮気よりね、麻雀ぐらいで遅くなってくんだったらいいじゃないの、奥さん。私だってね、毎晩毎晩本当に付き合いでもって遅くなったもんだよ。あら、そしたらあんた嘘だったの。あの残業っていうのは全部嘘だった。私を騙してたのに、30年間もう騙してたんだよ。やろ、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 ちょっといらっしゃい。そのなんだよ、二人ともに、ね、その興奮しないでね、うん、とにかくだよ、二人とも仲良くやんなさい、仲良く。大体ね、女は男の言う通りになってるふうでいいんだよ。そういうことじゃありませんよ。お前だからね、だから俺らの悲劇が生まれるのよ。お前騒いだねえだろ。ちょっとよし、お前だ。やり直してみようかなっていうふうに今話が。長い間お世話になりましたね。この辺たちにはどうしたらいいのかな。やっぱり人間辛抱じゃないですか。失礼しましょうか。そうだね。ちょっとあの。どうもお邪魔いたしました。じゃあどうも。私一人ぼっちになったんだけども、もう一回やり直しますから。ここではご心配なくて。今晩泊まっていかない。いやいや、あなた早く。じゃあ失礼します。どうも。かわい
どこで話違っちゃったんだろうな。面白かった。なんかまずはね、イカリさんとサリさん夫婦のコントが見たことなかったんです私。あとは、すごく久しぶりで見てなんかすごく面白かった。あとはすごいですね、加藤さんがなんか夫婦の、夫婦ちょっと待ってくださいね、ベテラン夫婦結婚の危機だった、それかもしれない、ベテランかもしれないけど、自分のことでもいっぱいだったね。それ面白かった。面白い。しかもね、夫婦喧嘩が見るだけで辛い。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また私動画でお会いしましょう。